次はよく話題になんか私も聞くなっていうお話です。上杉謙信の妻帯について聞きたいです。漫画で謙信は女性と仲良しだったと読んだのですが、そういったお話も聞きたいです。はい、妻帯です。はい、そうですね。まあテレビでも、はい、上杉謙信最近奥さんのことが分かったとかっていう、まあ番組があって、はい、で私も著書の中で、謙信の、が妻帯してたのかどうかっていうことも書きはしたんですけれども、うんうんうん、結論から言うと、わからない。わからない。謙信ってあんなにいっぱい書状を送ってて、うん、奥様に当てたものが今のところないですね。ないので。うん、ただ、府中新造という、文言が出てきて、はい、これは一応過去名簿と、それから、謙信の自身の書状で、心臓とかいう文言が出てきて、で、府中心臓っていうのは、別の府中心臓っていうのは、謙信のお母さん、天保規制。で、天保規制がもう亡くなった後に、やはり永禄年間に府中の心臓っていう言葉が出てきて、府中の、府中ってのは一語府中ですよね。はい、で、その、まあ、府中の心臓っていうのは、まあ、そこの府中の、当主、まあ、領主である人の奥さんっていうふうに捉えると、謙信にこの頃、奥さん、妻がいたのだろうと、複数の研究者がね、そういうふうに言い切ってるんですけど、ちょっと私はそこまで自信が持てなくて、っていうのは、府中の心臓、心臓っていうと、どうしてもなんか奥さん、まあ、年齢も、ちょっと、そんなに年にいってない奥さんをすると想像しちゃうんですけど。感じが新しいですね。そうですね。でも、結構、家康の、はい、オーバーに当たるのかな、はい、そういった人たちでも、心臓と呼ばれてないんですよ。うん。はい。だから、ひょっとしたら、これはまた、どなたかおっしゃってたんですけども、心臓は心臓の春風の奥さんかもしれないとかね、あるんで、ちょっと奥さんっていうか、謙信の、代に、謙信のそば近くに、まあ、ちょっと政治的にも責任のある立場にいた女性がいたことはいたんだろうな。うん、それが奥さんなのかどうかっていうのは、ちょっと断定できない。うん、お祝いとかがあればよかったんですけどね。そうですね。ただ米沢藩の、はい、ある系図には、はい、春風の娘を謙信が影と舐め取ったっていう、系図があって、はい、で、もしこれが本当だとしたら、許嫁にはなったんだろうな。実際謙信が、その、春影の、お兄さんの娘ですね、うん、姪ですよね。うん、室に迎えるっていう、まあ、取り決めはあったんだ、かもしれない。でも実際、本人までには至らなかったり、しているうちには、相手がなくなったりとか、いうことも、可能性としてありますので、まあ、ちょっと、おっぱいものがあるみたいな言い方で、恐縮なんですけれども、私自身はちょっと懐疑的ですね。奥さんがいたっていうのは。ただ、そうやって言い交わした、奥さんとして予定されてた女性は、ひょっとしたらいたかもしれない。っていうところですね。で、まあ、謙信女性と仲良しだったっていう話で、はい、まあ、謙信、何人か、女性に手紙出してるんですよね。はい、関東の、まあ、大名っていうか、まあ、国主とかの、はい、奥さんですね。はい、花文字で、はい、女性に対して、手紙を出していて、まあ、それは、その女性は、もう未亡人で一人がね、うん、宇都宮らしいんですけど、はい、未亡人で、で、その息子はまだ小さいので、はい、で、謙信が女性の身でも、しっかり、気をしっかり持って、両国頼まなきゃいけませんよ、みたいなことを言ってる。で、もう一つは、太田助政の妹で、水戸氏です。はい。嫁いだ女性なんですけど、はい。謙信と太田助政って、エスト同盟を巡って、ちょっとギクシャクしてしまって、
で、引き分かれてしまったんですね、一度。はい、一緒に戦ってた仲なんですけれども、もう、天罰者っていうことで、はい、太田隙間さんもう、退けてしまう。絶句してしまう。はい、で、まもなくして、仲直りするんですけど、はい、天心、直接はね、太田隙間さんに手紙、まあ、出してるんだけども、はい、仲直りしたきっかけっていうのは、その隙間さんの妹に、山吉豊森って先ほども出てきた、はい、豊森に渡りをつけて、妹さんから取り出しをしてもらったっていうところでまあちょっと本人も謙信も照れくさくて、うん、妹の方に斡旋をしてくれてありがとうっていう手紙を、ね、出してますね。可愛、うん、いエピソードだなと思います。はい、はい、では次はもう楽しい質問が来ております。年間大河ドラマ、上杉謙信、倫理より手立つ、時代考証は今福先生、主役キャストの選定も一任されました。さあ、先生は誰を選びます、うん、これは今さんもお答えください。ということで、はい、宿題として考えて、ね、参りました。これ、はい、私ね、テレビあんまり見ない人間なんで、まずね、俳優さんの名前がわからない。はい。死んだ人の名前ばっかり。わかります、わかります、僕。で、ちょっともういろいろね、検索したり、今どういう人がいるのかなとか、みんな言いながら、ちょっと調べながら、はい。書いてみました。はい。では、最初は上杉謙信から行きましょう。はい。はい、せーの、ドン、はい、生田斗真さんです。私は柳楽優弥でございます。ああ、はい。感想言うと長いから、次行きますね。はい。次が、はい、井川遥か。井川遥か。私は沢地エリカでございます。キリンが来る時は見れなかったんですが、気の強いお姉ちゃんみたい。そうですね、私は癒し系ですね。めちゃくちゃ癒し系ですね。ウイスキーの CM、 ハイボールの CM ですね。はい、はい、では次も行きましょう。はい、名古屋かげつ、はい、栗原秀夫さんです。私は柴田恭平さんです。はい、これは応援の広元に引っ張られました、ね、引っ張られましたね、これ確実に引っ張られて、はい、はい、続き、はい、はい、川田長地か。はい、川田長地、山崎健人さんです。私は中川大志さんです。ちょっと若手っていうことで選んだんですけどね。そうですよね、はい、なんか完全に私は鎌倉殿に引っ張られました。二人して引っ張られ引っ張られますよね。では次、はい、どうも、青野坂で、はい、真島秀和さんです。中村智也さんです。ちょっとなんか爽やかだけどちょっと怖そうな人をやってほしいなっていう。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。山形、山形は山形枠梅沢枠。はい、北条高弘。はい、竹内健一さんです。私は滝藤健一さん。滝藤さん。はい、私は藤原竜也さんです、はい、なんか謙信やると重たくなりそうなので話が。あ、ここら辺は笑いに、私はなんかね、きょどってるような。あ、いいです、それいいです。いや、できそうだな、滝藤さんもね、はい、めちゃくちゃ面白そうです。はい、信玄。はい、あ、玉木宏さんです。私はこちらに行った東馬さんを引っ張られましたね、私は。おかしいのだ。まさか謙信に生田斗真さんを選んでると思わなかったので偶然ですもん。偶然です、びっくりしました。ではもう最後と言ったらこの人ですよ。はい、大城道康。はい、谷原章介さんです。藤木直人さんです。はい、やっぱ正統派っぽい見た目の方になりますね。落ち着きのある感じで、ちょっと重厚なイメージで原神をちょっと、はい、押してほしいなっていうところがあります。どっちも正統派だけど、舐めたらあかんみたいな人だなっていう感じがいたします。ちょっと私が宿題を忘れて書いてこなかった本なんですが、お父さんと、ね、お母さんも発表していただきたいと思います。はい、すいません、私は忘れました。長尾為景は榎木隆さんです。おー、かっこいい。はい、まあ、もちろん謙信っていうイメージがあって、はい、謙信生田斗真さん選んだのは榎木、はい、さんとちょっとイメージが重なるところがある、はい、自分の中にある、
って、で、そのお父さん、それで、猪木さん自身の献身を何度も演じられてるので、まあ、年回りから言っても、いよいよお父さんっていうところで選びました。あれは見たいですね。それから、トラゴゼンさん、はい、お母さんですね。吉田羊さんです。あー、これは、お母さん、なんかこう、ちょっと怖そうな感じに。まあ、早くに、まあ、私は早くに亡くなっちゃったっていう説を取ってるんですけれども、まあ、ちょっと、亀影さんと榎木さんと並んでるところみたいなっていうんですね。はい。はい。まあ、これはめちゃくちゃいい夫婦ですね。以上です。はい。今日はなんと今福先生をお呼びして対談することができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に今年はどれくらいたくさん本を出されるのか聞いておりたいなと思います。たくさんは出さないです。はい、月刊の方とは違う。はい、はい、まあ、もう出版社の方から告知されてるので、はい、署名言うと、まず長尾為景。これ黒田元樹さんの編著で、はい、15本ぐらいと、これ新本ではなくて、はい、今まで発表されたものが、はい、なかなか読めないもの、うん、入手できないもの、あるいは、まあ、編著の方が重要だと思う、はい、考えられたものとかがセレクトされて、はい、論文集として出て、まあ、ためかげで一冊になるっていうのを始めるんじゃないかな。はい、これ、恵比寿公証出版社さんから、はい、3月に刊行を出てくる。私も1本出て、はい、今はもうちょっと入手ができないような雑誌に書かせていただいたものなので、うん、まあ、今回の漫画のためかに、ね、中に再録されたというのは非常に喜ばしいと思っていますし、嬉しいと。うん、ちょっと資料が引用されているので、あまりこれも知られてない資料なんですけれども、まあ、謙信のお父さん、お母さんとか、それから上田長尾、越長尾の人たちの、まあ、系譜みたいな感じですよね。系譜資料になっているので、まあ、それも今、謙信は戦闘員や春影と同じ、同母兄弟だったのか、異福の兄弟だったのか、まあ、その辺も、見解も分かれてるんですけども、うんうん、まあ、ちょっとそれも、私が参考にしている資料の一つなので、うんうん、まあ、より広い方なんか、多くの方にちょっと見て、で、検討していただきたいな、っていうところですね。もしかしたら、これが公開されてる頃にはもう発売済みかもしれませんけども。はい。はい、あとは、ちょっとまだ署名は言えないんですけど、はい、やっぱり論文集なのかな、はい、おそらく、今年の後半か、あるいはまあ来年になるのかもしれないけど、まあそれも予定して、はい、去年は、はい、影勝の400回忌ということで、はい、上杉影勝の400回忌ということで、喋るお話が、喋る仕事が非常に多かったんですけど、はい、まあ、今年はちょっと過去のにまた戻ってきたかなっていうところですね。はい。はい、そういえばなんか復刻版みたいな発売が。あ、そうですね。あ、そうだ、忘れた。はい、神になった戦国大名っていう、はい、上杉謙信の、まあ、祭祀ですね。はい、米沢藩でどうやって謙信を、まあ、祀ってきたか。供養してきたかっていう、まあ、それの歴史をまとめた本を、もう、そうですね、10年ぐらい前に出したんですけども、出版社がもう亡くなってしまって、まあ、今入手しづらい、段階になってるんですけども、これもまあ、目録としては、もう公表されてるので、もう喋って問題ないかなと思いますけど、これ私学者っていうところから、再販というか復刻をしていただくことになりました。もう原稿は預けてあります。はい、まあ、多少ちょっと書き足しをして、はい、おりますので、紙になった戦国大名の復刻というところですね。はい、はい、これ Amazon でとんでもない金額で出られていて、ね、買おうかめちゃくちゃ迷ってたんですよね。そういうところでお買いになっても私の方に一銭も入ってこないので。その金額が入るならまだ買えない。まあ、
ちょっと検討している方は、その、ネットではなくて、ちょっとそちらの復刻を待っていただければなと思います。はい。もうちょうどここに本が3冊あるんですが、実は私も今日対談するにあたって、もちろん全部何週かは読んでるんですけども、改めてなんか、おすすめしたいなって。いいですか、はい、触っても。はい、どうぞ。一度私も紹介しているので、こちらの本ももう皆さんご存知だと思いますけど、めちゃくちゃバイブルですね。カンペとしてまさか置かれてるとは思っておらず。結局開かなかった。全然開いてないっていう。ちなみに私、この表紙のこれめちゃくちゃ好きです。これ私ドラマ作った時もほぼこれを、この本一冊10周以上して書きました。なので、もうとんでもなくボロボロ私の本はなっております。最後もう、これですよね、多分皆さん。最近といえば、図説でセミナーもされて。うん、はい、この3冊はもう本当におすすめなので、ぜひ、ぜひこれ見た後、概要欄に貼っておきますので、買ってください。でも買ってるか、みんな。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。